ボクちん、コログの森への帰り道を思い出したかも。待って、縦ポーチをでかくしてから行けよ。なんかよ、お、オクタがおる。なんかよくわからんような場所に来てしまったような気がするんだけど。あ、ここ危なくない？なんか。あ、歩けた。うわ、ほら、超まがまがしいやつやん。待って、やめて、撃たないで。ここどこ？あ、トンボ逃がしてしまった。なんかいろいろ出てきそうな感じするよね。キツネだ、キツネ。ま、とりあえずは、ん？ここは何？あ、別に集落じゃないんや。何かしら跡地かな。錆びた剣、錆びた両手剣。この辺コログないの？ないのね。そして別になんとか跡地みたいな名前が出てくるわけでもないし、見知らぬ土地に来たんだな私。ああ、あれやあれや、なんかこの木動き出しそう。あ、びっくりした。まあさすがにポケモンの世界みたいにね、木が動き出すことはないか。ドラクエもそうか。人面樹とかね、ウソッキーとかね。何の話やねんって感じやけど。この下に何かが持ち上げれんかった。なんかあの祠さ、他の祠よりちっちゃくない？気のせいかな。ん？なんかあいつおるんやけど。あれ？これまた別の馬宿？さっきとなんか違うよね、場所。お、近くにイカダが止まっとんかな、あれ。ほら、さっきと別の場所じゃない？これ。ん？イカダが止まっとる。止まっとんか。キミチン、また会ったね。ボクチン、コログの森に帰りたいんだけど、道に迷っちゃって。馬宿の人の話では、この辺は中央ハイラルっていうらしいね。だったら、コログの森はまだまだもっと来たってことだよね。まあ、せっかくだし、もう少しここでゆっくりさせてもらおうとするよ。あ、ちょっと待って。くんくん、この匂い。コログの実？キミチン、森の子供たちからコログの実取り返してくれたんだね。じゃあそのコログの実くれたら、お礼にお好きなポーチを大きくしてあげる。あ、じゃあまた一通り大きくしてよ。ん、じゃあ、コログの実3個ちょうだい。これあれはね、ポーチがでかくなるごとに、必要なコログの実も増えてきよるってことか。ちょっと馬宿って何個あるの？そんなにいっぱいあるんや。イエーイ、武器ポーチ1個でかくなった。どこまででかくなるんかな、これ。なったなった、大きくなった武器ポーチ、キャッ。はてさて、まだポーチを大きくしちゃうかな？弓ポーチを。はい、3個どうぞ。てか、この子もちゃんと移動していきよんやね。どん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 。え、でもさっきの場所からさ、そこまで歩き回ってないよね。馬宿何集中的にあるの？ほい、弓ポーチ1個。でかくなった。そして、あとは縦ポーチやね。ん？ふわ？何？ふわ、何？どうしたどうした？お、ボクチン、コログの森への帰り道を思い出したかも。待って、縦ポーチをでかくしてから行けよ。だからそろそろ帰ろうかな。おじいちゃんも待ってるだろうしね。自分がおじいちゃんみたいな顔しときながら。キミチン、コログの実ありがとね。今度こそコログの森へ帰るよ。キミチンもいつかコログの森に遊びに来てね。うん、思い出したのはいいんだけど。じゃあコログの森でまた会おうね。うわ、縦ポーチをでかくしてくれないこいつ。どういうことだよ。し。どういうことなんだよ。すげえ、なんか水の中に浮いとる。へえ。てか帰り方思い出した。リバーサイド馬宿。リバーサイド馬宿やってかっこいい。
ゴリの斧ゲット。何がかっこいいかちょっといまいちよくわからんけど。あ、魚おるよ、魚。待て。頑張ります。よし。あれ、カンギスさんじゃない？またしても。うん。この馬宿から眺める火山はまた違った表情を見せているな。もしかしてさ、カッシーは持ったりする？三人とも点々と旅をしているの？いや、また会ったな。君も旅の途中かね？私もずっとあちこち旅をしているのでな。また教えてやれる場所があるかもしれんぞ。もし見てほしい絵があれば出してみなさい。ほい。カンギスさんなんか頭筆みたいになっとんやね。今初めて気づいた。ふん。この池は小諸池だな。ここから西にある少し変わった形の池だ。あの池の西側には森がある。木も描かれているからそのあたりではないか？それコログの森と関係ある？あ、でも北って言ったけん違うか。私も以前行ったことがあるが、なかなか美しい池だったぞ。変わった形の、マップ。マップがない。なるほどね、マップを手に入れてからじゃないとよくわからんわけね。ここにはヤギたちがいっぱい飼われているのね。あ、これも頑張りバスじゃないの？よし。あ、こっち側には、鶏？そしてお腹すいた。おやお客さん、一人旅ですかな。ぜひこの美しい川沿いに宿でご休憩ください。この川も美しいですが、ここから北東に進むととても美しい湿地帯千の中洲があります。私、美しいものに目がないんですよ。この麗しい体を見てもお分かりでしょう。そのちょっとふっくらした体のことかな。ところでお客さん、なかなか美しい目をしていますね。ありがとう。よろしければ私の思い出話、お聞きになりませんか？うん、いいけど。聞いていただけますか？ありがとうございます。それでは、このハイラル平原を北に行くと、まがまがしい雰囲気のお城が見えてきます。今では桃の巣窟となり果てていますが、かつてはとても美しかったのでしょう。そこでは私の祖先、祖父の祖父が、宮廷料理人として働いていたそうなのです。すごいやん。王家の方々はどのような料理を召し上がっていたのだろうか。私は幼い頃から美しい料理を妄想しながら様々な料理を食べました。極上獣ステーキ、海の幸カレー、キノコリゾット、卵プリン。この麗しい体はそのおかげかもしれませんね。今では馬宿で働きながら立ち寄って食べると美しい料理の話をするのが楽しみなのです。さて、話が長くなってしまいました。旅の方、あなたの美しい目を見込んでお願いがあります。もしハイラル城に足を踏み入れることがあれば、どこかに料理レシピの文献が残っていないか、調べてきていただけないでしょうか。ぜひ、王家の料理を食してみたいのです。なるほど。ミニチャレンジ、王家秘伝のレシピ。結構大掛かりな仕事な気がするけど。ね。あ、ほら、こういうところにやっぱりちゃんと書いとるんよね。これは何？何かしら、カニと何？薬？わからんけど、なんか、カニカレーみたいなの出来上がっとる。はあ。ここから北に行くと見える城、行ったことある？100年前に滅んだと言われるハイラル城。あそこ、昔の武器とか結構お宝が手に入るから、たまにそれを頂戴しに行ってたのよ。中でもこの絵シリーズって呼ばれるすんごい武器があるらしくて、武器コレクターの間では有名でね。私も一度見てみたいんだけどさ。最近妙な霧が出てきてから、魔物も機械の化け物も活発になって、もう忍び込むのは危険すぎるわ。あなたも命が欲しかったら近づかないことね。ミニチャレンジ、ハイラル城に眠る武器。まあでもいいこと聞いたね。いい武器が揃っているらしいよ。この人、さっきの人？病人はいないか。医者？往診先で聞いた。なんと裸に関する情報だけどね。ちょっと早く泳げるらしいの。裸だと。もうなんや。まあ水の抵抗がなくなるけんってことやろうけど。ね。あ、ここの馬宿には子供おらんのやね。そして、あ、木のモップ取れんかった。まあ、取れんでいっか。さあ、それじゃあ、向かうとするか。あ、そういえばどんな絵描きよん？あの木を描きよん。
あ、違う、あっちの火山か。なるほど。それじゃあちょっと私はここらに挑むとしよう。和ごかたの祠、今度はどんな感じかな。よし、またあれかな、アイスメーカーが大活躍する感じかな。ほい、来た。この辺なんか周り水が多いけん、なんだ、お、上におるんやけど。祠を訪れし者よ、我は和御方、女神ハイリアンナにおき試練を与えよう。え、何、どうするのこれ。鉄の橋、和御方の祠、鉄の橋ってことはあれだ、マグネキャッチだ。え、で、その鉄の橋とやらは一体どこに、え、どこにありますね、和御方さん。え、なに、どこ、行けなくね。何かしらこう適当にしよったらマグネキャッチに引っかかるものが、いや、ないっすけど。いや、ないっすけど。何、どうしたらいいのこれ。鉄の橋とは一体、あ、これ、これ、あ、これ、何これ、一個ずつできるの。じゃあ、とりあえず、これってさ、普通に並べて、普通に並べてさ、置いてさ、よじ登っていけるってことやろ、多分。もうちょっと近寄らんかったら使えんのか。はい。あ、でもこれ他のとこの上にもさ、なんかありそうよね。なんかこの辺の上とかに宝箱とかありそう。え、だってこれだけでクリア、いや、クリアはクリアなんやろうけど、いけたら。とりあえずちょっと一旦上に登って、ちょっと一旦上に登って、あ、あっこにもなんかあるな。あ、ほら、やっぱりあっこに宝箱、宝箱があるよー。あれはなんかできるんかな、ちょっと待ってね。なんだ、ちょっと待ってね、やっぱりこう宝箱は手に入れておきたい。よし、ちょっと手間だけど一回戻すね。あそこに行くだけなら多分もうクリアしたと思うんやけど、ここは意外と簡単やったな。ね。んで、あと一個か。で、あっちのなんか、鉄も気になるけん、一応後から登ってみようか。はい、これで。うお。死ぬよね。てか死んだよね、今の。普通に考えたら、くっ、じゃあちょっと終わらんと思うんやけど。はい、これで。はい、これで宝箱ゲットー。お、琥珀。そして、あっち側の。でもあれ別に。別にやね。でもあれがないと、じゃあクリアできんってことかな。どうなんやろ、とりあえず下ろした方がいいんかな。別にあの橋の下に何かしら宝箱が眠っとるとかいうわけではなさそうやったね。でもあるってことは、まあ使うんだろう。必要ないものはきっと置いてないと思うけん。
違う違う、もうちょっとこっちに降りてきて、降りてきて、はい、これで OK かな。よいしょ。何何何、え、何、ここに来たから何なの。え、だって別にこの橋向こうに渡せんよね。とりあえずこれ下に落としといて、下に落としといて、まあ、この部分がなかったら多分上に上がれんのやろ。微妙に高さ足りんかったもんね、これ。微妙に足りん高さの部分をこれを斜めにしてかけて、で上がるってことかな。ほい、そしてもう一個。ほら、何気にね、何気に高さがあるんよね。ほい。は、やべえ。ああ、危険。てか、崩してしまったし。ちょっと離れたところに置いたぐらいの方がいいんかな。やっぱ斜めに橋をかけるってことは。こういう感じにまあしておいて。あー落ちた。こういう感じにして、あー落ちた落ちた。こういう感じに、よいしょ、して、吹っ飛ばした。ダメやん、どんだけ繰り返すん。ちょっと待って、荒いんだ。ちょ、荒すぎるけん、もうちょっと丁寧に行こう、私。丁寧かな、これ。丁寧ではない気がするけど。よいしょ。そしてこれね、最後の仕上げね。あ、違う違う、はい。これ。これで、あとは、こういう、危険。ちょ、とりあえず登ろうか。とりあえずこの辺こう登って、登って、あとちょっと上からこれを、よいしょ、ああもう一回拾って拾って、はい、よいしょ、こう、あ、これでいけるんじゃない。あー、いけた。ふん、この音楽鳴ったら、あー、解けたーって感じよね。やっとたどり着いた。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。最初みたいに単純じゃなかった。今こそ女神ハエリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。さあ、これで7個目。あと一つ揃ったら、頑張りゲージと、ハートの両方を増やせる。イエーイ。順調やね。これで我が役目は終わる。女神ハエリアの加護があらんこと。おし。あいつはもう旅立ったんかな。ん？おらんね。旅立ったんか。へえ。旅立ったんだな。なんでベッドで寝ないの、カンギスさん。え？
いや、また会ったな。君も旅の途中かね。私もずっとあちこち旅をしているので、さっきと同じこと喋ってるだけが。いいよいいよ。ごめんね、起こしてしまったけど。別に誰、あ、女の人が寝よる。起こす。眠そう。何よ、夜で寝てる女を起こすなんて何考えてるの。少しは遠慮してよね。めっちゃ怒られた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。